はい、おはようございます。釣り子 TV です。今日はですね、ルアーを買ってきたんですけども、ワームです。で、針と、ワーム本体買ってきたんですけどね、ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じになりますね。透けて見えますね。ゲイリー山本のワームですね。何を買ってきたのかというと、これ2インチ山線香ですね。これとこれ、流儀のですね、これ初めて買ってみたんですけど、リミットって針かな、これリミットって針ですね。このセットを買ってきてみたんでご紹介したいと思います。で、こんな感じでですね、パールホワイトカラーの2インチ、一番ちっちゃい山線香ですね。こんな感じですが、このちっちゃい山線香をこの2番の針につけて使おうっていうことなんですけど、これ何用かっていうとですね、実は今年もですね、また3月ぐらいにですね、ハワイに行けるチャンスがありそうなんですよね。で、ハワイに行った時に何するのかっていうと、スモールマウスバスが釣れたりするんですけども、一番はですね、レイクウィルソンっていうピーコックバスが、住んでる湖がありまして、そこに淡水用のライセンス買ったりするとですね、釣りができるんですけども、で、ピーコックバスを狙うにあたって何を持っていくか。で、以前にルアーマガジンの付録とかでですね、ジャッカル その開発中のルアーでバッタバッタとですね、ピーコックバスを釣っていく。で、そんな中でデラックなんかめちゃくちゃ効いてましたからね、それももちろん、準備していこうとは思うんですけども、ここ何回かですね行って一番効くワームっていうのが実はこれなんですね。2インチの山線香。いやー、ピーコックバスっていうと、なんだろうか、釣りビジョンなんかでもアマゾンとかでやってると、こうでっかいスイッシャーとか、こう結構でっかめのトップウォータープラグでバシュン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 ドバーっていう感じで出る大迫力の釣りを思い浮かべるんですけども、ハワイの湖ってものすごいベイトフィッシュがちっちゃいんですよね。もうほんとこんぐらいのシャッドみたいなのがですね、チュル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 って群れで泳いでるんですね。で、こういうちっちゃいワームが効くっていうことで、前はですね、それで3インチの山線香とかで結構60センチ近いピーコックバスが釣れたりですね、したことはあるんですけども、結構ですね釣れないんですよね。当たり外れの日があって、すごい活性のいい日はですね、もうボイルしまくりで何投げても入れ食いだみたいな日もあれば、何をやっても釣れないなっていう時があって、そういう時に最後の頼みの綱って言って、いつもこれ自分で買っていったわけじゃないんですよね。現地のガイドさんが、お前ちょっと釣れないから、もうこれ、はい、これ投げろ、これリグってみてって言って渡されるのが、このパールホワイトの2インチの山線香なんですね。ガイドのハワードさん、一押しの、スペシャルベイトっていうことで、何か突拍子もないすごいものが出てくるわけじゃなくて、この結構見慣れた2インチ山線香をうんずっとこうボックスから出してきて、ちょっともうこれって言って、で、針はですね、こんな感じのちっちゃいけど丈夫そうな針っていうことで、これですね、流儀のやつ買ってきてみたんですけど、最近ベイトフィネスの釣りが流行って、ちっちゃくても丈夫な針ってすごい増えましたよね。あれがすごい嬉しくて、これもですね、いろいろ軸線形見ていくと結構ちっちゃい割に丈夫そうなんですね。結構太軸じゃないですか。いや、こういう針がなかなかなくて、例えば SS フックの3番とか2番とか、結構日本でライトリグで使うなんていう針なんかだと、もちろんそれでも釣れるんですけども、ですね、なんていうか、ピーコックバス引きがものすごいんで、すごいスモールマウスをさらに、力強くして縦横無尽に走るようにした感じみたいなって言ったら分かる
かなっていう、もうとにかく強いんですよ。そんなやつと戦う時にこういうちっちゃいけど太軸な針、何にしても魚かけないと釣りが始まんないっていうことで、こんなセッティングなんですね。でまあちょっと今つけてみますけども、こうやってつけて、で結構障害物の一番奥に入れないとですね、ゲームがスタートしないんですよね。こう、はい、できました。こんな感じで、まあ針先はちょっと今出てますけど、これ針先もちょっとちゃんと隠して、でこの軽いルアーをバンク沿いので、木がいっぱい、こう亀山ダムとかみたいな、なんかダム湖みたいな感じで、オーバーハングではないんですけどね、下からこう木がいっぱいボソボソ出てるようなところ、ブッシュですね、そういうところの一番奥にピピピピピって入れて、パパパパパパってこうものすごい素早い動きでこうボートまで引っ張ってくると、後ろからパコンパコンパコンカボーっていう感じで食ってくれるんですよね。で、微妙な感じなんですけど、とにかくこのちっちゃさが、いいっていうこと で、あとプラグとかだと、アイウェーバーとかですね、アイジ引きに特化したやつとかを、バンク沿い投げてこうアイジ引きしてくると、またそれもドバーンって出たりするんですけども、トリプルフックのついてる針だとなかなかそのブッシュの奥に入れ込むと、寝かかっちゃうとそのポイントを、終わらしちゃうなんていうのもありますんでね、何気にこのライトリグがめちゃくちゃ効くっていうことで、一袋こういう感じで買ってきました。で重さも測っておきますね、この山線香に、はい、山線香にリミットの2番ユギのフックですね、これつけると、2g ないぐらいなんですね。 1.9 って表示してますけども、こんな感じの軽いやつを奥に入れ込むんで、ベイトで結構強めの釣りで行きたいところなんですけども、スピニングも持ってかないとなかなかこの手のやつですね。あ、これがもう少しファットだったりするとベイトフィネスのタックルとかでも入れ込みやすいんですけども、さすがに、針とワーム合わせて 2g ないぐらいなんで、結構ですね、投げやすいスピニングロッドに、ただですね、めちゃくちゃでかいのが食ってくる場合もあるんで、ラインは、シーバスみたいな感じで細くて丈夫な P ライン、これにリーダーをつけて、まあワームだったら直結でもいいかと思うんですけどね、そんなに牙がギジャギャにあるっていう感じの魚でもなかったと思うんで、まあただですね、 P ラインの、1号とか 1.5 号に、リーダーつけて、この軽いやつをオーバーハングというかブッシュの奥にシュパパパパーンと入れる、この釣りが結構、最後のお助け切り札になるんで、まずはですね、ハワイへの準備ワンツースリーっていうことでですね、こういったルアーを買ってきてみました。またですね、出発に向けてはですね、あ、こんなの効くかも、あんなの効くかもみたいな、いろいろですね、買ってきてご紹介できればなと思うんですけどね、何にしろ一番最初自分が、ハワイ行くよなんて言った時にですね、ピーコックバスいるらしいよなんて言った時になかなか情報がないんですよね、まあネットで調べたりとかいろいろしたんですけど、もうどんなルアーがいいとかですね、分かんなくて、最初はもうめちゃくちゃ大きめの、ダブルスイッシャーとかですね、大きめのミノープラグとか、ガサゴソといっぱい持って行ったんですけども、結局ですね、その大きさは大きすぎんじゃないかなみたいな感じでたまに出るんですよ。でっかいやつでも1日やりきればドバーンってすごいバイトもらえたりするんですけども、何にしろ一緒に何回あるか分かんないの、そういったバカンスチャンスですからね、そういった時に丸坊主だとすごい寂しい気分になっちゃうんで、まずはですね、お助けバームから買ってきてみました。こんな感じで、はい、2インチの山線香で、このパールホワイトっていう色が案外味噌だったりするんで、これとかピンクがすごい効きますね、こんな感じで準備してみております。またですね、釣れたら、実況動画の方でもご紹介できればなと思うんですけども、今日はですねこういった感じで、2インチの山線香とですね、これ流儀のリミットっていう、ちょっとなんていうんですかね、
小さいけど軸線が太くて、結構スリムシルエットな、こういった針、こんなものを買ってきたよって、こういった紹介動画でした。はい、釣り子 TV でした。